ジージー佐藤のカウントは1ボール2ストライクです。センターへ大きな打球だ。ぐーんと伸びて入りました。ジージー佐藤、昨日に続いてのホームラン、そして一昨日から3試合連続の一発。いよいよジージー佐藤が上がってきました。1点返しました、6対2。まあ、打たれた和田が驚いたんじゃないかなというようなね、はい、素晴らしいボールだと思うんですよ、はい、低めの変化球で、今のホームランするってのはなかなかね、できないと思うんですよね、はい、どちらからといったらゴルフでナイスショットっていうような感じのボールですからね、はい。ジージー佐藤の第3号ソロホームランが出ました。